こんばんは、ご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。今日なんですけども、本当はアイゼンのね、超究極の動画を上げたかったんですけども、残念ながら仕事の兼ね合いがあって、動画を撮りながらね、できる状態じゃなかったんで、今回はアイゼンの使ってみた、やっていきます。で、アイゼンなんだけども、こんな感じですと。はい、素浴びで超 AGB と超レーザーストップ。まあ、この辺はね、いいんじゃないの？で、ゲージでアンチ魔法陣とカウンターキラー入りました。で、ストライクショットが自強化 1.3 倍からの黒棺が割合ダメージ。まあまあいいんじゃないの？で、友情コンボは全敵ロックオン。うん、いいんじゃないの？っていう、いいんじゃないのがすごい続いたんですけど、悪いんじゃないのもあるんですよ、アイゼン。ちょっとここは正直残念だなってとこ言いますね。あくまで個人の意見です。なぜ重心化してないのかってとこですよ。重心化はするべきだろ。だってさ、極論よ。まあ、比べるのはコラボだから許してね。メルエム。まあ、メルエムはもう2年、1年半ぐらい前か？ハンターハンターコラボ第2弾。あん時でも重心化を許したじゃないですか。似たようなアビリティで。確か飛行かな、あっちは。そうなの。なんで、この最新の、しかもファンが多い、アイゼンに対して、重心化を行ってくれなかったのか。私にはね、理解不能です。重心化してるかしてないか。これのね、大きな違いを説明しますと、まず友情コンボだよね。友情コンボが全然変わってくる。単純に1個増えるから。メイン友情が2発出るっていうのは、総合火力も上がるし、もちろん補助系でもね、あるに越したことはない。と思ってるんで、友情コンボが1個足りないなってところと、身だよ。そう、ワクワクの身。これがね、すごく残念です。今回は、まあまりにちょっとかわいそうだったんで、いちごさん、同撃三種のいちごさんがフレンドにいたんで、この子を連れてきて、死神超強化でさせてもらったんですけど、死神超強化をしないと HP が2万3000ぐらいで、スピードは390ぐらいで、あれだよ。攻撃力が、まあ、約3万。2万9000いくつだったかな？物足んないよね。物足んないし、今だったらほら、超バランスも結構美味しいから、超戦系解放してあげてもいいし、で、レベル120にしてあげれば、さらにステータスもぐっと伸びるし、いろんな面で強化できるんだよね。しかも、ワクワクの実も2個増えるから、同撃3種。まあ、要は、こんな感じで、イチゴとか積まなくても、純粋な、アイゼン様で、かなりの高ステータスキャラっていうこともできたんですよ。だ、それをモンスターストライク側は、許してくれなかったって感じですね。本当にね、惜しい。個人的にはぜひ重心化してほしかったんですよ。理由としてはね、まあ、アイゼンが、好きなんだよね。単純に。アイゼンね、ほら、すんごいこう、極悪キャラじゃないですか。あ、中途半端な、過去にいろんなことがあって悪の道に染まったぜとかじゃなくて、純粋悪じゃないですか。そういうね、フリーザみたいなキャラ、私好きなんですよ。だからすごく残念です。削るね、削るね。あんまり早く削っちゃうとストライクショットがたまんないよ。まあ、しゃあないか。だから本当はね、イチゴも編成する気はなかったんですけど、まあ、編成しちゃったんでこのままいきます。とりあえず、電線切りがね、ここ打ってくるから、それまでには片付けないと、これ普通に負けちゃうんだよね。それは良くない。次の次か。いちごじゃまずいから、ここで決めよう。ここで決めれば負けるな、むしろ。はい。うわ。ずれたか。ずれたな。いや、いちごでしょ。いちごは無理だから、回復します。これはね、電線切り3発食らったら結構痛いから。あ、で、ちょっと話は変わるんですけど、皆さん、超究極どうでした？私がやってみた、あくまで個人的な感想なんですけど、ちょっとね、難易度が高すぎるんじゃないかってのが、私の感想です。難易度高すぎ、言い方がちょっと語弊があるな。
残り1週間で出すレベルのクエストじゃないなっていうのは思いましたね。多分だけど初心者の方で、まあ、これからモンスターストライクブリーチコラボで始めてみましたって人の中で唐突にプレイを始めてアイゼン勝てる人は多分相当いないです。そんな難易度を感じました。まあ、理由としてはイチゴがめちゃくちゃ強かったんだけど、いやイチゴをガチャで当ててマルチで潜ってクリアっていうのは可能だと思うんだけど、それ以外で自身でキャラ揃えてっていうのだとよっぽどね尖ったキャラを持ってないと多分勝てないと思うんだよね。もうちょっとそこら辺優しくてもよかったんじゃないかなって気がします。イチゴ、イチゴ打っちゃうか。イチゴもね割合だから。月が伝承、お強っ、やっぱイチゴ強いな。この無月ほどじゃないけどもこんな感じでね敵の防御力しかとの割合攻撃を見せてくれます。あ、ミスった。あー、いて、防御アップバフをちょっともらうの遅れましたね。はい、じゃあボスにやっていきましょう。まあ、ぶっちゃけね、さっきアイゼン呼んでやったんですよ。アイゼン呼んでやって、このボスにこっから重力バレーがなくなってしまうんで、アイゼン様スピードがちょっと落ちてしまい、私ね、普通に負けました。電線切りね、マジで痛い、電線切りは。カタストロフでね、運用でやる方がいらっしゃったら、運用はやめた方がいいです。ざっくり言うと、カタストロフの右の、この数字、ここで死ぬほど食らいます。気をつけましょう。で、黒棺も撃ってかなきゃな。黒棺、結局さっきはね、ボイスがしっかり聞き取れなかったんですよ。自分の声喋っちゃってたから。どうなんだろう。詠唱すんのかな。詠唱してくれたら俺もう、そこは一気に評価する。長いからな。無理か。おっと、削る。あんまり削りすぎちゃうと。あ、でも、ラスト SS 連発でもいいかも。せっかく割合なんで。こんな感じの動きをして、倒しちゃったか。まあいいや。で、SS、SS、イチゴ動く SS で、まあ、できればね、その3発で決めていきましょう。イチゴはね、雑魚処理かな。やったとしても。そしたら、行きましょう。まあ、あれか。あれだ。かっこよ。原作のね、黒棺を撃つ前に言うセリフでしたね。完全炎症の。完全炎症、あれやな、中二心くすぐからね、個人的にはめっちゃ好きなんだけどね。先に黒棺を当てる相手に触ってから。お、いいね、いいね。そこは倒しても倒さなくてもどっちでもよかったけど。あー、でもこれ倒しきるのはきついな。4発残ってればね、いけたと思うけど。いちごさんは横勘で。上に上げてもらって。あ、1P 触れるかな、これ。結構ギリだけど、まあ、ここまで来たら SS 打ってこれで決まるかな。最初に触れてきたからね。そこよね。お、これいったんじゃないか。20%ぐらいいったっしょ。 OK、 まあこんな感じでございますと、おしまい。じゃあまたよかったら見てください。なんかコメントくれたら嬉しいです。そんじゃバイバイ。